それよりなんかこう元気づけてくれよ。先輩は運動できなくても問題ないくらい可愛いですし、笑顔は最高に可愛いですし、なのに真面目な顔するとすごく綺麗ですし、髪の毛ツヤツヤですし、剥きたてゆで卵みたいなほっぺですし、爪なんて桜貝のように愛らしいです。それに、また